帰り。あ、すごい。こいつ高校の時の友達だ。ケンタロウくんでしょ。なんで知ってんの。いつも言ってたじゃない、勉強教えてもらってるって。頭良さそうだし。あ、いやそんな。あ、そうそう、ささみある。ああ、大量に買って茹でてあるよ。あ、ありがとう。うん、食べれば。いや、いつも減量きついな。ケンタロウくんもボクシングやってみたら。僕、運動神経悪いんです。ぬよっとしてると持てないよ。ですよね。この辺とかなくしたらいい。普通ここにおちんちんないわよね。すごいの食べてんな。うん、味だからね、これ。うん、2つも飲んだらカロリー過多だって。違うよ、1つはケンタロウくんの分。あ、ありがとうございます。いや、ほら困ってんじゃん。これまずいとチリだからさ、初心者はココア味のホエイとかのいいって。ホエイ、ホエイプロテイン、牛のお乳のタンパク質。そうなんですね。飲む？あ、はい、いただきます。はい、ありがとう。これブータ君に。あ、そのままカチャって。このままカチャって。そうカチャ、いただきます。美味しい？はい、美味しいです。いや、今日さ、留学長くなったでしょ。じゃあ、めっちゃ長いやつ返せ。こんなすごい長いのか。すげえ腹筋だな。羨ましいよ。いや、デカチンの方が羨ましいよ。振られたばっかなんだよ、これのせいで。何それ。なんかデカチンが痛いんだって。贅沢な悩みだなお前。いや、切実だよ。あ、そろそろ俺ジョギングの時間だ。ちょ、お前も行く？え、何キロ走んの。30キロ。 30? うん。いや、無理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 。まあだろうな。まあ行ってくるからさ。うん、まあ2時間ぐらいかな。ちょっと適当に時間潰しといて。うん、分かった。行ってくる。うん。ほったらかしてトレーニングしてるよね。全然大丈夫です、うん、お母さんもトレーニングなんですね。そう、うん、あ、やってみる？あ、はい。そう、うん、大丈夫？あ、難しいです。ねえねえ、はい、本当におちんちん大きいよね。え？ねえ、うわー、あっちー。いや、疲れた。あっつ、あ、おー、どうしたの、汗だくになって。おう、なんか暇したから、なんかお母さんが筋トレをしてあげるって。おせっかいだからな。お前、明日大変なことになるぞ。うん、いや、3回ぐらいだから大丈夫だよ。3回ってなんだよ。ああ、3セットっていうのかな。ああ、いや、お袋はタフだからいいけどさ、お前3セットとか大丈夫かよ。ああ、全然、6セットぐらい余裕かも。
明日死ぬぞ。前俺もう体休みたいからさ、うん、もう寝るわ。確かお前いびきうるさかったからさ、うん、耳栓して寝るわ。うん、分かった。おやすみ。おやすみ。よいしょ。どうしたの？4回戦目。眠い。お母さん。お腹空きました。ついたというか、出し足りないというか。いや、朝まで何回？6回？7回です、ね、お母さんちゃんと数えてたよ。いや、だってあそこが擦り切れそうって頭がそれでいっぱいで。やっぱり僕のデカすぎて痛かったんだ。いや、違うの違うの、そうじゃないんだけど、ま、ちょっとヒリヒリしただけ。本当に？よかった。でもヒリヒリしてるなら無理か。じゃあお口でならいいわよ。え？帰り。あ、すぐにご飯食べるでしょ。お風呂入ってらっしゃい。なんだよ、いや風呂はまだ入んない。それよりも疲れたからさ。あ、その椅子今壊れてるからダメ。なんだよ。そういやさ、明後日までにさ、あと 200g 落とさなきゃいけないんだよ。そう、大変ね。まあ、お袋もやりすぎないようにね。やりすぎ？いや、筋トレだよ。腰つらそうじゃん。ああ、そうね。やりすぎないようにね。ケンタロウさ、この前お袋が3セット相手したあの次の日もさ、ピンピンしてんだあいつ。意外と体強いんだな。そうなんだ。まあ、いや、ちょっと走ってくれ。大丈夫だよ。お母さんがさ、足疲れたって言うから揉んでたって言おうと思ってた。バレバレでしょ。ねえ、それよりさ、本当にお母さんの足揉んでいい？いいけど。お母さんのさ、この鍛えた足。食べ過ぎやり過ぎ、何でも度を越すのは良くないわよね。そういや最近お袋も筋トレに力入んない感じだよね。うん、相手がいないとね。あ、じゃあケンタロウ呼ぶ？うん。あ、でもダメだ、あいつ彼女できたんだ。へえ。あ、そうなんだ。俺の大学の後輩でさ、筋トレマニアで腹筋バキバキなんだよ。変な趣味してるよな、ケンタロウも。Thank you.
ちょっと走ってから。今日からさ、走る距離増やしてさ、40キロ行くわ。あ、ほどほどにね。うん、行ってから。行ってらっしゃい。やっぱりお母さん肉体美は最高です。でも腹筋バキバキの彼女できたんでしょ？それが全然エッチしてくれないんです。エッチよりも筋トレ？その筋トレデートもいいんですけど、やっぱり最後にセックスがついてこないと。